こんにちは、ヒデです。じゃなかった。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。というわけで始まりましたヒデチャンネル2024。元日にセレナの冬支度の動画出してるやんと思われると思いますが、あれはね、2023年末に間に合わせようとして間に合わなかったんで、こちらが改めての新年一発目になります。ということでね、今回はこの構造を見ていただければわかりますが、どこに需要があるのかわからない、いや需要なんてないおっさんの一人焼肉ですが、内容は前半はあんたのセレナの納車いつですかファイナルということで、2023年はねセレナの納車が長期化したので、皆さんと情報共有のために納期を追いかける動画を逐一出していましたが、2023年もね末になると納期も落ち着いてきたのか、だいたい 1,2 ヶ月ほどに納車されることが多くなり、まあ皆さんのコメントもね落ち着いてきたので、まあ、定期的に出す報告はこれで最後にしたいと思いますね。またね、納期が長期化した時や、まあ、コメントが多ければ再開するかもしれませんので、新たな報告はこの動画にコメントいただけるとありがたいです。後半はね、2024年ヒデチャンネルの今後ということで、今年はね私の家庭的な大イベントがいくつかあるんで、今後はねその系の動画も上げるんで、そこら辺を語っていきたいと思います。というわけでね、まずは焼肉の準備。この2人焼肉用プレートですね、いつものと、お肉の方が黒毛和牛、とろける A5 級の味。ほんまか？業務スーパーで買った700円の肉だけど、ほんまかいな。同じく業務スーパーの三角バラ A5 級。ほんまか？1500円やぞ。で、火打ちステーキ。これは生協で買ったんでね。まあまあ、まあまあ、いかがでしょうか。と、粗挽きソーセージ。かさ増しです。彩り野菜。野菜食いたいんですけどね、焼肉用のカット野菜がなんか切れちゃっててね。で、赤ちゃん用パックご飯、在庫処分です。締めのベビーうどん、あ、在庫処分です。と、黄金の味。と、我が家ワイ焼肉屋さん。といったところですね。あと、大事な大事な生ジョッキ缶。というわけで、このラインナップでいこうかと思います。さあ、じゃあちょっと準備しつつセレナの納期報告ファイナルということで行っていきましょう。絶対野菜多すぎだよな。はい、というわけでね、まずはセレナの納期報告ファイナルの前にジョッキ缶で乾杯。お、いつもはブワーッと出てくるのに出てこないですね。乾杯。切ってきてね、切ってね、切ってね。よし、じゃあいただきますか。いやじゃなくて、まずはね、153人目、 e パワーハイウェイスター V プリズムホワイトブラックの2トン、メーカーナビ寒冷地方 100V AC 電源。予約はね、2022年12月25日で、9月上旬出荷、9月30日納車。納車おめでとうございます。本人もねおっしゃられているように、 AC 電源と2トンが、まあ、長期化の原因かなといったところですね。まあテレビキットの相性が悪いということですが、ここら辺はね因果関係はなかなか見えてこないですよね。まあブラックアウトも輝度が狂うのも経験されているようですし、まああとうちはね少ししか報告なかったですが、謎のバッテリー上がりの現象もあるみたいです。 V37 の時は恐ろしいほどねバッテリーが持って5年ぐらい交換しなかったんで、ついにはねバッテリー上がってからの交換ではなく、いい加減交換しようって感じで交換したんでね、ついねハイブリッドは電装系のバッテリーが上がらないようにね車体のバッテリーを活用してるんかなと思ったくらいでしたが、まあ、そうではないようですね。 V37 のハイブリッドのねバッテリーね、寒冷地でもないよねバカでかくて、確か純正で5万ぐらいしたんですよね。まあ、それは置いといて、セレナのバッテリー上がりも、まあ、対策があるとかないとかの噂を聞きましたが、どうなんでしょうかね。ちょっと探した限りではちゃんとしたリリースとかは見当たりませんでしたけど、続いて154人目。e パワーハイウェイスター V ダイヤモンドブラック、メーカーナビプロパイロットパーキング、寒冷地に 100V 電源。注文はね7月中旬で、11月13日出荷、11月末納車。もう納車されてる頃ですかね。おめでとうございます。7
4月の注文で11月、まあ、100ボルトがあるからねちょっとかかったみたいですが、まあ、先行予約の方たちがね待った分からすると、まあ、結構早くなってるんですかね。セレナライフ楽しんでくださいね。ちょっと A5 級の肉をいただいてみましょう。うまかいな。普通だよ。まあ普通にうまいけどね。あ、こっちが柔らかくてうまいわ。その赤ちゃんライスめっちゃ柔らかい。赤ちゃん用にちょっと柔らかめになってるみたいですね。続いて155人目 E パワーハイウェスター V ダイヤモンドブラック 100V 電源寒冷地仕様、まあ、書いておられませんけどハロー日産を使おうとしているということは、まあ、メーカーナビ装着ですかね。注文は5月7日で11月3日納車。納車おめでとうございます。ハロー日産のね音声認識がナビの設定はできるけど窓の開け閉めやエアコンのオンオフなどはやってくれないそうです。まあ、そういえばねそんなこともできましたね。私はね物理ボタンを押すのが早いんで音声認識はほとんど使ってませんが、まあ、使いたいのに使えないのは問題ですよね。これはメーカーナビの不具合なんですかね。情報ありがとうございます。テレライフ楽しんでくださいね。続いて156人目 E パワー XV プリズムホワイトメーカーナビ注文は10月9日で12月16日納車予定。納車おめでとうございます。この方もねテレビキットを取り付け検討されているようですね。私も取り付けをしたんでそろそろテレビキットの動画を出そうと思っていますが、まあ、今ね危ないとされているのはトヨタとかマツダの ODB2 接続のタイプのものや USB-C 接続タイプのものなんで、まあ、セレナのね配線割れ込みタイプは、まあ、直接的な被害はないと思うんですが、まあ、そこら辺もね取り付け動画の時に簡単に触れていきたいと思います。セレナライフ楽しんでくださいね。この生協の肉はどうよ。生協の肉、あ、これはしっかりうまいけどこっちの業務スーパーの A5 級の方が柔らかいですね。まあ、美味しいのは多分こっちかな。固めだけどこっちの方が美味しい。柔らかくて食感がいいのはこっちかな。あ、業務スーパーはコスパ最強なんで一人民時はよく使ってました。続いて157人目 E パワーハイウェスター V プリズムホワイトメーカーナビ寒冷地仕様 AC 電源でスロープ2列目車椅子仕様のライフケアビークル車。注文はゴールデンウィーク1週間前の4月下旬で工場出荷が11月末なので、まあ、年内には納車された感じですかね。納車おめでとうございます。水上のねハイウェイスター V やルキシオンは納期短縮報告が多いですがライフケアビークルなんかはオーテック経由なんでねなかなかね短縮は難しいのかもしれませんね。バッテリー上がりの報告も大きくなってきたのは、まあ、冬になったからですかね。まあ、とはいえね納車1年にも満たない車がねバッテリー上がるのはおかしいんで、まあ、何らかの対策のプログラム更新とかあるのかもしれませんね。ここら辺はね情報が分かれば動画で報告したいと思います。焼くのが追いつかねえ、じゃあ食べるのが追いつかねえ、焼くのは追いついてんだよ。続いてね158人目 E パワーオーテックカスピアンブルーブラック2トンメーカーナビ 100V 電源プロパイロットパーキング注文は2023年11月30日納車見込みは2024年4月下旬。最近はね 1,2 ヶ月納車が多いんですが2トン 100V オーテック製とフルコンボだとやっぱり5ヶ月かかるんですね。まあ、納車待ち遠しいですね。最後に159人目 E パワーオーテックの方なんもわかりませんが11月中旬に納車されたそうです。納車おめでとうございます。というわけでね、新規分の報告でした。続いて追加報告文。まずは50人目。E パワーハイウェイスター V 防水シート車、チェアキャブスロープタイプ、ブリリアントシルバーメーカーナビ 100V AC 電源、2022年12月1日予約で、6月から11月出荷予定で、まあ、予測不能と最初言われており、まあ、9月に車検ということで困っておられましたが、結局9月30日に無事納車。1週間は C28 のガソリン車を貸してもらえて、まあ、車検はしのげたそうですね。納車おめでとうございます。やっぱりライフケアビークル車はね超納期化や納期2点になりやすいんですかね。セレナライフ楽しんでくださいね。これいらんかったな。少なくとも A5 肉ではない。 A5 級っていう表記はいいんですかね。続いて105人目 E パワーハイウェイスター V ターコイズブルーブラック2トン
メーカーナビ 100V 電源、寒冷地仕様。予約は2022年11月の中旬。当初はね、7月初旬だと言われていたんですけども、5月中旬に前の車の車検に行くと、11月と言われ愕然とされたそうですが、その後8月中旬に修正され、結局9月7日に納車になったようです。納車おめでとうございます。C28 はね、E パワー車の外見の区別がなくなったんで、C27 のようにブルーのガーニッシュを付けられたようです。サムライプロデュースのサイトで確認しましたが、まあこれはね、ワンポイントになってていい感じですね。私の車は青なんで、ちょっと同じ系統だから目立たなさそうだけど、まあどうなんだろうね。まあセラナイフ、楽しんでくださいね。焼きすぎた。続いて150人目。e パワーハイウェイスター V プリズムホワイト。メーカーナビ寒冷地仕様。予約は2023年10月15日。最初はね、白黒ツートンで契約したものの、来年3月ぐらいになると言われてホワイトに変更。12月納車予定になったそうです。結果、12月7日にディーラー入庫して、まあおそらくは年内には納車されたと思われますね。納車おめでとうございます。担当の営業さんからはね、納期はだんだん短くなっているが、やはりツートンと 100V はまだまだ納期がかかるとのことですね。まあ、これらを選ぶとね、下取り車の価格が変わってくるので注意とのことでした。私もね、納期が大幅に伸びたんですが、まあ、下取り車の価格はかなり落ちてしまったみたいですね。まあ、ちょうどセレナのが発表されて予約開始された頃は、新車が納期遅れが多発して、中古車の値段が上がりきっている時でしたからね。まあ、それが納期遅れ解消されて、去年は某モーターの不祥事なので中古相場がかなり荒れてしまっているんで、超納期の車は今後も注意が必要かもしれませんね。というわけでね、追加分の報告でした。カラーとかの配分の台本作るの忘れた。ちょっと後で付け出しときます。うまいけどこれ油が溜まっちゃうな。なんかいいやつないですかね。家庭用の夜会ね、水溶きの油落ちていくやつは持ってるんですけど、こういうね、一人焼き肉をするときにいいやつがあれば教えてもらいたい。教えてください。というわけで、延べ159人の皆様、報告ありがとうございます。私も含めね、報告動画を参考にされていた方に代わりお礼申し上げます。ありがとうございます。というわけで、あなたのセレナの納期いつですか、ファイナルでした。というわけでね、後半はね、ヒデチャンネル2024の今後の方針ですが、発表することが2つあります。まず1つは、2月に第2子が生まれます。というわけで、妻が今里帰り出産で実家に帰らせていただいておりますので、一人焼肉開催と至っているわけですね。予定は2月7日なんでね、早めの里帰りなんですが、本来はね、クリスマスの朝に私の実家でクリスマス会を開いて、その足で妻の実家へ移動してクリスマス会ラウンド2はい、そのまま私だけ家に帰ってくるというハードスケジュールだったんですが、なんとクリスマス2日前に妻がコロナになってしまいました。妊婦なんでほとんど出かけてないのにね。あ、ちなみに私と娘はかかってないっす。買い物かな。8ヶ月の妊婦なんでね、高熱が出た時はちょっと驚きましたが、まあなんとか山を越えましたが、まあクリスマス計画は延期になり、大変な年末でした。通常5日ぐらいで陰性になるんですが、妻はなかなかならず8日かかったんで、年末に大移動となり、まあまあ年末動画間に合わなくなったっていう感じですね。あとはね、実家でゆっくり過ごしてもらって、まあ元気な子供が生まれてくるのを祈るばかりです。上の子はね、 2500g のバッチリ標準体重で生まれましたが、下の子はね、やや大きいみたいで、まあ今から楽しみです。なのでね、今までもちょくちょくありましたが、ベビー関係のネタや子育てのネタ動画もたまに作っていくと思います。続いてもう一つは、ヒデチャンネルマイホーム建てます。っていうかね、もう打ち合わせも終わり、着工も始まり、あとは待つだけなんですが、実はね、私はね、10年ほど前、実家の横の方がね、家を引き払うと挨拶があった時に、じゃあそれうちが買いますっていうことで、その土地を買いました。というのもね、実家は1台分の駐車場があるんですが、もうそれはもう狭い狭い道の先にあって出し入れが困難なのと、私もね、実家にいた時は月決め駐車場を借りて、母もね、月決めを借りていたんですが、その土地の話がある数ヶ月前、母がね、月決めの駐車場で車上ガラスにあってね、ハッチバックのガラスを破られて、ゴルフバッグ一式を取られてしまいました。
まあね、不用心だったのは嫌なみませんけども、そのカバーでね中身は見えないし、まあ、月夢駐車場でねリアハッチを開けることなんて皆無なんで、まあ、警察の方の話だと、まあ、ゴルフ場とか練習場で目星をつけられて犯行に及ばれたのではってのことでした。まあ、それでね家に駐車場を増やしたいと思ってたところに土地が空くって話を聞いたんで、私が購入して父と母2台に加えて、私が家に帰った時に使えるように 2×2 の4台分の駐車場を新しい土地に作りました。それで空いた土地はね父に好きに使っていいと、結婚したら家建てると言ってたんですが、まあ、いつの間にかね駐車場の他には畑とゴルフのグリーンに占拠されてました。まあ別にいいんですけども、結婚してね第一子が生まれましたが、まあコロナでねドタバタしてたんでなかなか家を作るという話にはなりませんでしたが、今年の春に第二子の解任が分かってから、まあ、そろそろ作ろうかってなって現在に至ります。セレナが納車された7月から8月はハウスメーカー選びで、まあ、9月以降はね年内着工を目指して打ち合わせ三昧だったんで、毎週のように打ち合わせが入ってたんで、まあ、セレナいじりができなかったっていうのもありますね。とりあえず打ち合わせも落ち着いて、妻と子供が実家に帰っている今のタイミングが動画更新しまくりまくりなので、頑張る所存であります。突然ね更新頻度が落ちたら、まあ、子供が生まれたんだなと思っていただければありがたいです。というわけでね、今年はねマイホームネタというかガレージ作業もやりやすくなるんで、車ネタももっとできるかと思います。残念ながらね4台分のガレージを完備してしまったためにガレージハウスというのはちょっと作れませんでしたが、まあその4台分のガレージのところに稲葉ガレージとかを建てようかと思ったら、ちょっと両親に配信されてるんで、まあ、当分はできませんが、まあ、そのうちねガレージは絶対に建てます、絶対に。というわけでね、そこら辺ガレージの改良とか作業場とかも作る予定なんで、今年はそういったネタを皆さんにお送りできると思います。というわけでね、2024年年始め一人焼肉でセレナの納期報告ファイナルとヒデチャンネル2024重大発表2点でした。というわけで、ね、今年も皆さんよろしくお願いいたします。私はこれから焼肉を残りやっつけていきたいと思います。というわけでね、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思われた方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。